第14号議案を要請いたします。第10号から第14号議案の内容及び提案の理由は開催後通知の42ページから45ページに記載の通りでございます。提案株主様から補足すべき点がございましたら各議案につきましてそれぞれ3分以内でご説明をお願いいたします。それではご説明お願いいたします。第11号議案についてご説明いたします。4734番の通りに申します。福島第一原発事故の処理作業を日々命がけで行っている現場作業員の皆さんに心から敬意を表します。私は東京電力の株主であると同時に福島に住む福島原発事故による被爆者です。事故から1年以上も経った福島で今も何が起こっているかを少しだけ聞いてください。美しかった私たちのふるさとはすっかり変わってしまいました。今も地震が頻発し4号機燃料プール崩壊の不安を誰もが抱えて暮らしています。町や村のあちこちに不思議な形のモニタリングポストが出現し刻々と放射線量を表示しています。ホットスポットが至る所に潜んでいます。そこにたくさんの子どもたちが日々暮らしているのです。警戒区域に残された動物たちが殺処分され続けています。生まれ育ったふるさとの家を追われ二度と子供の暮らしには戻れない絶望の中で自ら命を絶つ人々が後を絶たないのです。自主避難の家族は家の老後や仕事のために誰かが残るしかなくバラバラな暮らしを強いられています。苦しみや悲しみは今なお見えず深まるばかりです。東京電力に関わる私たち一人一人はこの事故がどれほどの悲劇と悲劇を引き起こしたのか をしっかりと自覚しなくてはなりません。そしてその責任をきちんと取らなければなりません。前にいらっしゃる役員の方々はぜひ福島に今日を伝え被害者の今日を東京電力は被害を受けた全ての人々に対し本来はお金などでは償えないことでもありますが事故を発生させた企業としてできる限りの賠償をしなければなりません。国から支援された2兆4000億円をたった今も困難の中にいる人々に速やかに賠償すべきだと思います。また除染に関する費用も全面的に工業電力が負担すべきだと思います。もう一つ命の危険と隣り合わせの事故現場で大量の放射線を浴びながら作業をしなければならない現場作業員の皆さん、そしてその家族は健康への深刻な被害を生涯抱きながら生きていかなくてはなりません。事故対応の250ミリシーベルトという被爆限度は労働者の健康を誠実に管理していく技術は到底思えませんでした。しかしその基準すら守られない例もありました。被爆手帳の発行もないまま作業が続けられていた時期もありました。作業員の健康についてはその生涯にわたって追跡調査を行い被害があった場合は最大限の保障を行うべきです。作業員の中には事故のためにやりがいを奪われやむなく原発の事故処理に携わっている人々もいるのです。所属で区別することなく全ての現場作業員に対し全面的な保障をするべきだと思います。
全国教育事業に携わり、強く人気を得てきた大企業の誇りを持って、社会的責任をきっちりと果たしていくことを、株主として強く会社に臨みます。4冊の記号が入っていた。